突然ですが、皆さんは何をモチベーションにして働いていますか？当社では IoT を駆使してスタッフのモチベーションアップを図り、業績向上を目指しています。 IoT を使ってなんとおよそ36時間かかっていた作業が10分の作業量に激減。これでスタッフもモチベーションアップ？今回はその裏技を視聴者の皆様に大公開。企業によって課題は様々、IoT 導入事例を見ればがっちりのポイントが見えてくる。こんにちは、富山商事株式会社代表の森実です。やってきたのは富山商事株式会社。こちらの会社ではファクトリーメンテナンスの総合商社として金属加工油材や電解水精製装置、さらには省人化機械設計やシステム構築といったお客様の収益性、作業性を改善させる提案など幅広い対応を行っています。当社では SDGs への貢献とお客様とスタッフのウェルビーイングの追求に取り組んでいます。ウェルビーイング？ウェルビーイングとは肉体的、精神的、社会的全てにおいて完全に満たされた状態のこと。職場のウェルビーイングが良好だと社員の仕事に対するモチベーションや満足度が上がり、仕事効率が良くなるので会社の業績向上にもつながります。もちろん会社の課題だけでなく社会課題の解決もウェルビーイングにつながるんです。そんな富山商事が今力を入れているのがこれです。え、草？草で雑草が生えるのを防ぎます。これはプラピアという環境に配慮したグランドカバープランツ。芝生のように地面を覆って育つ植物です。このクラピアは密生する葉が層を作り地面を覆うことで雑草の種の侵入と発芽を低減し防草効果を発揮。繁殖スピードも速く芝の10倍の速さで広がり、植えてから3ヶ月ほどでしっかり地面を覆います。またクラピア育成専用の土壌改良剤はなんと産学連携で開発された特許登録済みの商品。建築廃棄物の廃石膏ボードを原材料にしているのでゴミを資源化して社会課題を解決。さらにクラピアは二酸化炭素を吸収するのでカーボンニュートラルにもつながります。サステナブルな緑化防草システムの活用によって世の中のさまざまな課題を解決していく、それがエシカルグリーンです。このエシカルグリーンを多くの方に導入いただくことでカーボンニュートラルな未来につながってまいります。 SDGs に貢献するクラピアは IoT を利用することでお客様のウェルビーイングの追求も目指しています。今はドローンを使って実験中ですが、将来的には人工衛星を使って緑地の監視を目指しています。これは産学連携で現在研究を進めております。なんと近い将来には人工衛星を使ってAI でクラピアを成長管理、管理業務が大幅に楽になります。こちらの人工衛星での監視、こちらまだ実は第一ステップでございまして、この得た情報を診断する、またその診断結果からどのようなもので対処する、そういった e コマースとの連携、そういった展望が現在計画されております。森実社長が IoT を取り入れるようになったのは富山県の IoT 推進コンソーシアムのワークショップへ参加したことがきっかけでした。いろいろな気づきを与えていただきました。ワークショップでは課題解決を経験する、そういった時間でございましたが、その後どのように応用するか、そこが大切であるということに気づかされました。これは在庫管理を明確にするアプリケーション。これを見れば商品の在庫の数が一目瞭然、余計な商品購入を防ぎます。社員がオフィスで行う単純作業にはロボティックプロセスオートメーション RPA を導入。あらかじめ取引先から提供された商品データを社内のアプリケーションに入力する作業を自動で行ってくれます。これにより
今までおよそ36時間かかっていた作業が10分の作業量で終わるようになりました。さらにこの大きなモニターは配達スタッフの位置を管理する GPS システムです。これを見れば会社で配送ルートの指示を出す側と現場ドライバーのコミュニケーションが深まり、状況認識のズレをなくすことができるので、配達スタッフが効率的に動くことができます。当社の目標は SDGs の達成とウェルビーイングの追求です。 IoT を導入することで成果の見える化を図り、スタッフ一人一人の成果が会社の業績にどのようにつながっているか、そういったことが理解できる職場環境を目指しています。そこには IoT が必要不可欠ですし、 IoT があるからこそ当社の目標が達成できるものと考えています。富山商事は IoT を使ったウェルビーイングの追求でがっちり。 IoT のことをもっと知りたい方はこちらをクリック。